まあ、とりあえずはやっぱり無事に終わってよかったなということですよね。やっぱり普通今まで僕らがやってたライブとは違って、本当にいろんな感染対策とかルールがあって、それを見に来てくださった皆さんにもシールというかお願いしなきゃいけないこともいっぱいあって、それを本当に本番中も思いましたけどね、皆さん予想以上にきっちりそうですね、ルールを守ってくれて、グレーの皆さんと、ステージで共演できるという貴重な体験ができました。それも本当に素晴らしい経験になったし、勉強になりました。やっぱり普段、まあ、そんなに会ってないですけど、はい、ただ普通に話すのとやっぱり同じステージに立ってこう音楽を鳴らしたり歌ったりすることで分かることってやっぱり全然違うじゃないですか、まあ、すごく良かったです、まあ、ありがとうございました。まずもう楽しかったですね。なんかこう有観客でやってはいたんですけども、やっぱりこう限られた人数ということで多くても500人とかっていう世界だったので、久々に横浜アリーナも5000人クラスで、なんか久々にコール&レスポンスがちゃんとできたライブだったなと思います。そして何よりも、彼女のモダンっていう曲でね、ビズの二人と共演できたし、はい、ウルトラソウルでも歌えたって、本当にこう自分の人生の中でもこう歴史に残る大事件でしたので、本当にこう感謝しかなかったです。ね、こちらです、はい、まず去年の秋にですね、うん、有観客のライブができないということで、ビーズとしては初めてだったんですけども。無観客の配信ライブというのをやったんですけども、やっぱり心情的には次は有観客でやりたいなという話をしてまして、ただそのいかんせんその感染状況とかもその一進一退というか先が読めない状況だったので、でもまあ何かこうできる形がないかなと話してたところで、そのみんながこう驚くようなワクワクするような形でショーができないかなと話してて、で最初はちょっと、まあ、B’z の主催なんですけどフェスみたいな形で本当に4つとか5つとかバンドが出るようなフェスなんかやったらどうかなっていう、やったこともないのに言ってたんですよ。で結局そのコンサートができないからなんとかしたいという気持ちは同じなので、はい、そういう思いをみんな共有してたと思うので、うん、他のバンドの皆さんと何かそういうところでこうやりましょうよって言って、はい、できたらいいねという話をしてて、でまあ本当バンドの候補としてもう言うだけただっていうことで、もとりあえず交流も何もないのにバーッと書き連ねてたんですね、はい、でまたその時にその時間が経つにつれてその緊急事態宣言とかが発令されたりしたじゃないですか、そうですね、はい、で何時までに終わらなきゃいけないとかそういうことになってきて、それ考えるとちょっともうこんないっぱい出れないんじゃないの、まあオファーも何もしてないんですけどその時点で、ね、それは無理だからっていうことでまた考えて、でそしたらまあもう自分たち含めて2組でいわゆるまあ対バン形式はどうかというところに行き着いて、まあそれもまあシンプルでいいかもしれないなって、そんなにいっぱいオファーしてもうまくいくかどうか分かんないしって言って、何しろやったことがなかったんで我々も。グレイさんはやっぱりまずうちの松本さんと拓郎さんも非常に交流が深いし、お互いにまあバンドとしても面識もあったりして、はい、いわゆる形が一番なんか浮かんできやすかったというか、コミュニケーションも取りやすそうな感じもしてたので、はい、やっぱりそういうところでは候補のその最初に上がったバンドではあったんですね、実際開催するまでの間っていうのがまたそのちょっと世の中の雰囲気がですね、ロックコンサートをやりますって口に出すのもちょっとはばかられるような状況になってきてて、その堂々とこれだけのまあ感染対策をしてこういうルールを作ってお客さんに守ってもらって
でやれば、まあ、ここまでの規模のこういう雰囲気のロックコンサートはできますよっていう、うん、その一つの基準というか示さないといけないんじゃないかと、うん、今回のこのユナイトがタイミング的にねそういうやりますよって言ってやらなきゃいけないコンサートなんじゃないかなと思っていて、まあ、その時もグレイさんの皆さん、あのグレイの皆さんの賛同もやられてたんで、目立つといろいろ言われるけどこれはもうあえてやるって宣言してやるべきだという結論に至って、で、本当にいろいろ協力をいただいて、開催に至ったという感じですね。まず最初に拓郎が、まあ、ちょうどメンバーこうミーティングしてる時に何か の配信ライブのリハーサルの多分その一室でこれからどうしようかって話をしてる時に、うん、そういえば松本さんからこういう話が来たんだけど、うん、どうしようってことで、でアリーナツアーが控えていて、うん、でタイミング的にそのアリーナツアーの前だったらいいよね、でぜひとも出たいよねって話をしてて、それがもしアリーナツアーと重なってたらどうしようっていうところから始まっていて、うん、でもみんなの意見としてはアリーナツアーをまだ発表してないしずらしてまでもやろうよみたいな気持ちになってて、でそっからのスタートだったので、もう何かこうビーズさんの方からじゃあこの日って言われたらこの日でやるっていう決意も決まっていたし、それに準じてなんかこう自分たちのスケジュールも全部こうアレンジしていこうって、それぐらいのスタンスでやれるといいよねという形で、まずはそのこう自分たちの歴史の中でも本当に今後あるかどうか分かんないぐらいなビッグイベントを、そのチャンスを逃したくはないっていう気持ちがありました。はい。まあ、ビーズさんが思うやっぱこのタイミングで安全対策をしっかりすればこれだけ安全なライブができるんだよっていうことをちゃんと伝えていきたいという思いも、僕らもそれも受け止めて一緒に背負えるような気持ちでできたらなと思いまして、実際ステージに立ったらすごくこうファンの子たちが必死になってルールを守ってくれてたのを見て本当に涙が出されましたもんね。本当に感動しますよね、はい、こう一緒にこれを成功させなきゃいけないみたいな、ね、みんなで思ってる団結力みたいな、すごかったですね。あれはちょっと今までに感じたことがなかったですね。ウルトラソウル歌いたいですってその一言でウルトラソウルに決まりまして、だったらあのグレーの曲歌ってもらおうよってことで彼女のことにすぐ即決しました、はい、でそれでお願いして、で歌い分けようとはあのそうですね、ええ、これあのまだテルちゃんって呼んだ方がいいですかってその話しかしないと思うんですよ、それ面識はあってもちろんあの、ね、話もしやすかったんですけど、はい、あの僕が LINE でテルさんテルさんって書いてたんですよテルさんはって言って、はい、ある時突然テルさんっていうのを変えてもらえないでしょうかっていうなんか距離感感じるそれで急にテルちゃんかテル君で、はい、お願いしますってきて、 その翌日からテルちゃんになったんですけども、うん、ありがとうございます。じゃあテルちゃんのいいんですかね、はい、テルさんもです。テルちゃんからで歌の振り分けが、はい、ちゃんと色分けされてプリントアウトされたものがあのファイルで送られてきまして、うん、で僕の方はあの歌詞カードに僕が手書きで T と I の頭文字だけでここが T、はい、ここが I っていう感じで手書きでやったやつを写メして送っただけなんですけど、はい、僕はあれは重要書類っていうフォルダ入れてますそれでまあお互いにそのパート分け の、うん、あの連絡を取り合ってましたね。はい、はい、グレイの印象としては、まあ、まずメンバーの皆さんがとっても仲がいいっていう印象と、それからなんか休まずやってるなという印象と、あとはあのとってもこう柔軟な姿勢であのバンド活動に取り組んでるなという、大きく言えばそのあたりの印象がありますね。僕らはやっぱこう音楽だったりその立ち振る舞いでの学ぶこともたくさんあるんですけども、やっぱり松本さんのあの威厳といいますか、もうなんかこう教わることが多すぎてでよくあの行きつけのイタリアンが一緒だったりするのでよくお会いしたりもするんですけども、その時のなんか
やっぱこう目上の人に対するなんかこう接し方とかも、うん、あここは気楽でいいんだとか、あここをちゃんとした方がいいんだっていうなんかそういう大人のルールをいっぱい教えてくれ、うん、ましたね。そう なので本当にこう拓郎が松本さんにはすごくお世話になってるので、うん、それと同時に一緒に僕らも可愛がってもらえてて、なのでやっぱりこう人生の先輩っていう、はい、なんかこう兄貴って感じがしますね。管理っていうほどそんなに細かいことはしてないですけどもね、そのもうここでも何年かはやっぱり歌に関してはあんまり休んじゃうと声が出にくくなるというか、やっぱ喉が衰えちゃったりして、そこからまたこうテンション上げていくのって時間がかかるんで、なるべく歌えるときはずっと歌ってるっていうことをやってますね。スポーツとか好きなので、アスリートの人たちってやっぱこうそのトップのレベルで走りたいときはずっとそこに向かって練習してるだろうし、やっぱこう 100m 走の人が1ヶ月休んだらもうその自分のタイムを超えられないんじゃないかなっていう、なんかそういう印象があるので、ボーカリストってアスリートだなって思うことはすごいあって、それに関してはやっぱこう60歳70歳まで歌いたいということを僕はもうファンの子たちに伝えてるので、そうなるためにとにかく休まない、一度なんかこう2ヶ月ぐらい独立してからですね、2ヶ月ぐらい空いた時に久々に歌ったらなんかポリープができちゃってそういうなんかこう、あこんだけ休んでいきなり歌ったらやっぱ負担かかるんだなっていうことを身をもって知ったので、なんかそれ以来はやっぱりもう開けても半月とかにしたいなと。なのでその自分で課題を作って一月に1回配信ライブをするっていうのを自分でやったんですけども、そうすると準備期間で1ヶ月ぐらいかかるので、ほとんど毎日なんかこうジョギングしたりとかっていうレベルの歌を歌っていけるので、なんとなくそういう、 なんかこうサイクルでやれば頑張ってなんかこうずっと上の方でやっていれるのかなみたいな漠然とした考え方でやってます。今回まあ去年の無観客と、それからまあこのユナイトの有観客をこうやってきてて、無観客の配信ライブをやった時に、まあ5週連続でやってたんですけども、あの準備期間も含めてだいぶその自分としては歌い込んだなと、結構曲数も多かったしやったなという、毎週曲数変えたりするんですよ。なので準備も大変だったし、それでその準備期間と本番も含めて結構歌い込んだなと思ったんですけど、そのこの間のユナイトで有観客でやったらやっぱり使うエネルギーがその声出せない、お客さんが声出せないけど、それでもやっぱりここを使ってるエネルギーとか体を使ってるエネルギーが全然違うんだなと、その去年の配信ライブ終わった時に思って、やっぱバンドでやると思って、はい、で今回はユナイトでやっぱお客さん入るとそうですね、もっとすごいんだなっていうのはなんか段階的にすごいよく分かりましたね。僕ら次の日に廃人になってましたもん、本当に疲れすぎて、なんでこんなに疲れるんだろうね、だって 12、3曲しかやってないのにっていう話をしてて、うん、やっぱりそういうエネルギーが渦巻いてるんですね。そうですね、うん、僕はリハーサルでできないことは本場でできないと思えるタイプなんで、なので会場でのリハーサルもやっぱり一番ハイトーンのところはその日絶対こう確認して、あ出る出るで安心するというボーカリストで、でその本番前のそのスタジオでのリハーサルもやっぱこう4日間連続で、まあ、本番と同じぐらいのテンションで歌えたら、あ4日はいけるんだっていう、なんかそういう感覚でなんか自分の情報をどんどんどんこう更新していくっていう、本番さながらというか、まあ9割8割ぐらいですけどものリハーサルはします、うん、あの長いツアーとかになるとやっぱり後半はもうリハーサルも確認だけみたいなことが多くなりますけど、今回なんかね、その本番2日
だけだったし、うん、喉に刺激を与えておかないと、そうですね、そのぐらいの期間ではそんな大変なことになることまずないんで、うんうん、自分の中で。で、まあ、リハーサルでも本当に自分では生き切ったなと思うんですけど、本番だとやっぱりそれよりもっとその無茶するじゃないですけど、うん、リハーサルではやってた段階よりだいぶさらに上のリハーサルではやっぱ使ってないところを使い始めたりとかっていうのはありますね、やっぱり、うん、すごい体作ってんなっていうの、アンコールの時に僕らこう袖で待ってるんですけども、で稲葉さんがバーッと降りてきて、で着替えるじゃないですか、はい、その時のこう上腕に頭筋とかやべえないやそんな筋肉ついてないですよ私僕らまだ、50を迎えてばっかりなので、その50を迎えてもまだまだこう現役でしかもトップで、うん、戦ってるビーズさんのお二人見るとやっぱりまだまだ先にあるんだな、ゴールはないなっていうのをすごく感じるので、だからすごく大きな背中をたくさん見せてもらいましたね。もう何から何まで刺激ばっかりでした本当に体そんな作ってるわけじゃないんですけど今ですか昔はなんか一生懸命トレーニングしてましたけど、みんなでうわやべえ見てまして、今はだからそんな無茶なトレーニングもあしてないんですか、な、うん、怪我もしたくないし、そうですよね、そういう意味では気は使ってますけどね、うん、声出しやすいような、うん、環境作りというか体のそういう感じが強いですかね、さすがに今、はい、食生活とかどういう食生活してるんですか。食生活とか好みがあるから油っこいもの食べないとか葉っぱしか食べてないみたいな全然お肉とかすごい育ちも食べるし、はい、もう皆さんと多分全然同じで、俺一個聞きたかったんですよ、まあ、ツアーとかになるとお食事やお昼楽屋で食べるじゃないですか、その時の今回のビーズさんのメニューがめちゃくちゃ俺好みなんですよ、うん、あケータリングの、ケータリングのあれ誰決めてるんでしょう。なんかやっぱりお二人に合わせてすごいこう気を使ったなんかお肉でもすごいちゃんとしたこう脂の少なめのタンパク質の多いものだったり、こう魚もタンパク質多めで、なんか年々こう、まあ、データが積み重なって、はい、スタッフがいろいろ考慮してくれて、ね、ああいうメニューになってきてると思うんですけど、はい、まあ多分年齢のことも考えてくれてるのかなきっと。うちのスタッフにもちょっと見てみ、これこれこれタンパク質、タンパク質まだヤングだからでもなんかそこに、もう僕の中でやっぱり70歳まで絶対元気でやりたいってのがあるんですよ素晴らしい。それがあるとなんかそういうやっぱり食生活も改善していかなきゃいけないし、うん、50歳で若いというのもあって無理は効くので、なんとなく無理しちゃう時もあったりとか、うん、でもきっとやっぱりそのどっかでその支障が出て考えを変えるとかっていうことの連続じゃないですか、だからそういうそれぞれのペースでそうやっていけばいいかなと思うんですけどね、はい、うん、そうですね、4人の中ではやっぱり拓郎が中心になって3人がこう集まってるような感じなので、久志と2人で飲みに行こうかとか二郎と2人で飲みに行こうかっていう誘いは2年に一度ぐらいですなので拓郎とはもうしょっちゅういますけど、まあ今ロスから1人で帰ってきてるんで、じゃあご飯行こうってことで一緒に行ったりとか、もう小学校からの友達なので、すごいですね、そうなんです、はい、なので関係性は変わらずに、うん、いろんなそのバンドの付き合い方があるんですけども、僕らなんかバンドの付き合いというよりは友達の付き合いという感覚の方が、友達同士でバンドやったっていう感覚のバンドなので、そういうところではちょっと珍しいかもしれないですね。いい雰囲気がすごい外に出てますよね、はい、うん、僕はあんまりその歌う場所にはあんまりこだわってないんですけど、だからどこでも一緒とは言わないですけど、はい、どこでもいいかなっていう割とここでやってくださいって言ったらここでやりますね、はい、まあ、ただその例えばここでやりましたさ、ここのでやった雰囲気の影響は受けると思います、はい、だからどこの場所でもできるし、どこの影響も受けるみたいな、はい、そうですね、25年目ぐらいになってからその函館スタジオを作ってやるようになったんですけども、
それまではなんかこういろんな海外に行ってボーカルだけレコーディングしたりとかしてたんですけども、なんかこう環境ですごいこう変われる人なので、でストレスも感じなくなるし、なので環境変えられないと逆にストレスをためてしまうっていう、なんとなくこう秋っぽさがあるんですよ。でもあの場所変えるだけで結構リフレッシュできますよね。なのでその海外でやるのも良かったんですけども、なんとなく自分のそのふるさとである函館で、うん、なんかこう歌を歌ってそれをファンの子たちに届けることがなんかこう誰にもできない、うん、唯一無二のなんかボーカリストスタイルかなと思ってやり始めたらすごく楽しくて、うん、でレコーディング中はまあ拓郎が書いたり曲書いたりしてるのでメインで、で拓郎も一緒についてきて、で5時ぐらいまで歌って釣り行こうかって言って拓郎と誘って釣り行ったりとか、で大沼公園という公園にじゃあボートやりに行こうって言って行ったりとか、なんかそういうなんかこう生活の遊びとボーカルが一緒にこう共存するような空間を作りたくて作ったんです、うんうん、それがなんかすごく、まあ、スタジオ的にもすごいいい音で撮れるようになったので、まあ、今後も、まあ、ボーカルだけはこうやって撮ろうかなっていう。素敵ですねそれでも、はい、うん、楽しいです。歌だけ函館で撮る。そうです、はい、そうで、まあ、冬の時のレコーディングになるとあのスノーボードにすぐ行けるんで、うん、午前中はスノーボードでずっと遊んで、うん、で昼からボーカルっていう素晴らしい環境です、ね、ただビーズもその結構いろんな場所にこう、うん、国内外問わずいろんなところに行きながらレコーディングをしてて、うん、その多分まあ気分転換を図りながらやってたんだと思いますけどね。まあ、今後またそういうふうなことをやる可能性は大きいとは思いますけど、長くこうやってる中でやっぱりファンの皆さんの思いというのもどんどんこう成長していくというか、いろいろ皆さんね生活があってその中で生活の環境も変わったりしてきて、それぞれのその我々の曲を聴きながらその生活があったり、ファンのグレーの皆さんもそうだと思いますけど、それが無数に見えて巨大なそのなんというか意識の塊じゃないけど、そういうものがそのビーズというもののを支えて今まで来てるわけじゃないですか。それをやっぱりコンサートやってね、いろんな街行ったりとかしてる中でひしひしとやっぱり感じるし、それを年々こう感じていく中で、そのまあもちろん作品自体は我々がその作り出してるんですけども、それが届くことによってまたさらにその作品が違う、こう毛細血管の先に行くみたいな感じで、我々の思わぬ方向まで多分広がっていってると思うんですよ。もう皆さんもそうだと思いますけど、それを想像すると本当にこう自分一人のものじゃないというか、我々二人のものじゃないというかですね、もうあとは皆さんそれに思いを好きなようにもう乗っけちゃってくださいみたいな意味で、なんか自分たちだけのものじゃないなっていうふうに思ってるんですね、うん、お互いのファンの子同士がすごいこうあったかい雰囲気でやり取りしてるんですよ、うん、なんかこう大きな枠の中にいる人たちが一緒にこう、まあ、街みたいなところでこう会話してるような感じのものが作れたなっていうのを感じて、なんかライブをやる前もそうだったんですけども、 うちの稲葉さんをよろしくお願いしますみたいな感じでなんかやり取りしててファンの同士で、あそういう感じなんだ、なんかそのいわゆるよくあるフェスとまたちょっと違う雰囲気で、そうですね、これやってみないと分かんなかったんだけど、はい、本当にちょっと不思議な、ね、うん、あったかい空間でしたよね、はい、でまあ本当に演者とスタッフとそれからはまあ、うん、お客さんが同じそのこれを成功させないとまずいみたいな気配が漂ってて、なんかそれは本当今までちょっと感じたことがない空気でしたね、うん、ファンの子たちもすごい喜んでました、うん、こうやって何よりですよね、はい、交流することがなかったんで楽しかったですという意見もたくさんありましたね。そう言っていただけるとね、本当にやってよかったなと思いますよ ね、はい、やっぱこうファンの子たちがルールを守ってくれることで
多分、まあ、このユナイトシャープ01から02、03、04と続いていくんだろうなっていう、だからそういうスタートラインなんだろうな、この場所はと思ったんで、なのでみんなが守ってくれることが僕らを、ね、ミュージシャンを守ってくれることなんですよってことを一言伝えたいなと思って、うん、気にならないですよね、うん、そうですね、歓声があるあればもちろんもっと盛り上がると思うんですけど、うん、はい、あの拍手だけでもものすごく気持ちが伝わってくるし、全然ありだなと思いながらやってましたよね。一席ずつ空いたあの空間もだんだん慣れてくると、ファンの子たちはこっちの方がいいと思うんだろうなと。僕もそう思いました。本当に、ね、なんか詰まってるなって思われるんじゃないかな今後荷物置きるしあのぐらいのディスタンスがそうです、ね、もしかしたら快適って言われないかなと、はい、今後、まあ、ただ拍手だけをずっと続けるのは結構やる方は辛いと思うんですけど、で、ね、はい、でももう少しっていう感じはしますよね。そうですね、もう少し頑張ればっていう、またちょっとさらに次の、ね、はい、段階に行けそうな感じはしますけどね、はい、どうですか、まあ、ね、焦ってもしょうがないんで、はい、こればっかりはやっぱり安全な形をね、キープしながら徐々にやっていくしかないと思いますけど、まあ、海外とか見てるともうフルのキャパシティでマスクもしないでやってるところは多いですけど、だからといって急にそれをやる必要もないっていうか、やるべきでもないじゃないですか。だから徐々にまあその戻すっていうか、この新しい形をなじませていって、段階的に多分また歓声が出せるようになればいいなとはね思いますけど、でもツアーがそうですね、もう11月から、はい、張りますね。それはどういう形態でやるんですか。今のところはそのガイドラインにのっとって半数だったんですけども、うん、あの緊急事態宣言が解除されたので、なんかもう少しその、うん、売れられるんじゃないかっていう場所はあるので、うん、場所によって、場所によってちょっと拡大したりとかしますけども、まあそのありなありなのやっぱりクラスが全然違うので、うん、そういうなんか適材適所でやっていくみたいなんですけども、でもやっぱり声を出しちゃいけないっていうことで、だから今回あのビーズさんの感染防止対策を見させてもらって本当学ぶべきことがたくさんあったので、その解散前1週間前からそれぞれその、ね、スタッフだったりメンバーの健康管理チェックをしたりとか、ああいうのをちゃんとやろうよっていう話になってますね。あの余談ですけどね、横浜アリーナの出入り口のとこに、はい、あの通路の両脇にあの、うん、PCR 検査の検体がものすごい数あれすごかったですね。あのガーってすごい数が両側に並んで、あれはちょっとなかなか見られないですね。あとケータリングの方も防護服を着て配膳するという徹底されていたので、本当に特殊な状況ですけど、あれも本当にスタッフの皆さんも窮屈な思いはされたと思いますけど、協力してもらってね、本当にお互いのスタッフの皆さんも本当にありがたかったですよね。だからまあでもきっと少しずつそのグレーの皆さんのツアーもね、あの状況が好転して、そのもう少しお客さんが入れたりだとかしていって、そのまた次のステップの形を多分見せてくれると思うので、そうやってまあ他のバンドの皆さんもいろいろこう試しながら、こう安全を確保しながらっていう形でもっと盛り上がる形っていうのができていけばいいなとは思ってますけど、はい、これに関してはもう特に急いでないというか、そのユナイトその01のその役目というか存在意義というか、それはまたちょっと特別でなものがあったんで、それがまあうまくうまくというか、うん、本当にハッピーな気持ちで、はい、できたというか、成功って言っていいんでしょうか、まあ、できたことでまた02っていうのはその違う条件になったりとかもするし、またそれは分からないんで、その01が終わったからすぐ02で、まあ、次誰と一緒にやろうかなみたいなところには、まあ、多分いかないと思うんですけど、またそういうそのユナイトが開催されそうな雰囲気になる時が来れば、またまあ、その時の状況にもよりますけども、こうまたこれとは違う形の何だろう、エンターテインメントというか、
対バンは対バンだとは思うんですけど、なんじゃないかなと思ってます。でも正直まだ分かんないですね、はいはい、使命感は多分全員持ってると思いますね。いざじゃあこれからコンサートやるっていう時にちゃんとこう準備が整えるようにどうしてあげればいいのかなっていうのは考えながら、だから今回のアリーナツアーもやるかなんかすごい迷いは したんですけども、まあ、イベンターの皆さんもそうだし、まあ、コンサートに携わるスタッフの皆さんもそうだし、これでまたアリーナツアーなくなるってなるとそれこそやっぱりこうね、シーン全体というか音楽シーン全体の存続がちょっと難しくなるところに直面しているような気がするので、とにかくできることをやっていこうということで走り出してはいるので、なるべくだったらやっぱこうあと10年20年、ね、先もそのバンドの子たちが、ね、コンサートとかライブハウスでライブができるような状況にしてはあげたいなとは思いますね。あのグレーの皆さんは本当に面倒見がよろしいので我々というか特に僕はあんまり使命感とか持ったことがない。いやでもプロのユナイトはやっぱりこう、まあ、あの、結局自分たちができることならやりますみたいなところなんですけども、あの後輩を育てようとかそういうこともあんまり考えたことはないし。ただまあ一生懸命やってる姿を皆さんに見せることで何かしら助けになったりとかね、希望になればいくらでもやりますという気持ちはありますね。本当にグレーの皆さんあのね優しいから本当に70歳でアリーナツアーができるグレーでいてほしいなっていうことだけがこうただこう漠然としてあるので、うん、そうするためにはどうすればいいですか拓郎さんみたいな感じをでもあの、うん、グレーのバンドとしての雰囲気とか、はい、あのやっぱりステージに上がった時のこう、うん、華やかさだとか、はい、ああいうのを見てるとそういう70代でアリーナツアーなんて全然本当ですか、うん、なんか見えるっていうか、ありがとうございます。声がねちゃんと出るならその間はやり続けたいなと思うし、特に何歳までっていう目標もあんまりなくて、もう年代によっても来年歌えるのかなっていう時期もあったし、だから何があるか分からないので、とりあえずその声が出るようにはしといて、まああとはもう野となれ山となれっていう感じです若い時なんかね、それこそそのスティーブン・タイラーがいいとか、そのロバート・プラントがいいとか、こうそれこそロッド・シュアートがみたいになりたいとかっていうのはあったんですけど、やればやるほど人と自分が違うっていうことがよく気がつく、こう思い知らされるっていうか、だから自分のそのスタイルというか、いろんな人に影響を受けてもやっぱり他の人とはやっぱ違うので、そういうことを感じる場面が増えれば増えるほど、その目標にするアーティストがいなくなるっていうか、誰々みたいになりたいというのがなくなっていく感じなんですね。今あんまりだからその誰々みたいになりたいってことはあんまりないです。だから人が例えばその歌ってるのを聞いて、このフェイクをこうやってるとかっていうのをあの声出して真似したりすることはいっぱいありますけども、スタイルとしてこう誰かと同じようにみたいな感じはもうあんまり思わなくなりましたね。そう、いや長くやってるアーティストももちろんすごく好きだし、もうねストーンズとかも、もうみんなちょっともうリスペクトのその先にいるみたいな感じなんですけども、だからそれを見ていいなと思う方もいっぱいいますよ、もちろん尊敬もするし、ただそれと同じようにはやっぱりならないことが自分では分かってるので、だからそういう憧れをまあこういいなと思う気持ちはもちろんずっとキープしてるんですけど、その中でまあ自分は自分でやれることをやるというか、思いついたアイデアを試しながらやっていくしかないなというふうに思ってますね。ちょっと夢のない話ですいませんけど、僕はなんか目の前にこう人参避けないと走れないタイプなんで、
とにかくもう何ですかその人参は今あのベネチアに遊びに行ったら、うん、そのちょうどお祭りやっててでそこでこうショーをやってたん でその夜にこう普通にこう会話してたらここでライブやりたいなって会話から、うんうん、それをファンクラブのライブでぶちまけたらみんなが協力してくれて今5年目になるんですけども、まあ、今年と去年は中止になっちゃったんですけども4年間ずっと続けてあのベネチア行って毎年で弾き語りで歌を歌ってきてるんですけど素晴らしいですね本当になんかそれを10周ファンのクラブ10周年なので5年後にそのサンマ広場のそのお祭りとともにグレーで全員で行ってライブしたいっていうのが一つこう一本人参ぶら下げて走ってる素晴らしいですね。まあ本音を言えばね、はい、そのフルのキャパシティでお客さんが声を出せるみたいなところでやるのがその流れとしてはねあれの横浜アリーナの公演があった後だと次はそういう形っていうふうには思ってしまいますけどもね、はい、だから場所も変えてみたいなことで、はい、僕はぜひとも函館のあの野外で対バンでやりたいですね小さなあの島があるんですよ、ええ、でそこでグレーが3年前と5年前にあの野外イベントをやってでそれをやったらやっぱり函館の人たちがすごい喜んでくるので、うん、そこにぜひとも今回はビューさん あのプレゼンツで、はいはい、参加してもらいましたけどもグレープレゼンツでもしやれたらいいなと今ふと思いました。すごくこうグレーというバンドの情熱が、うん、あの温かい情熱を感じるしそういうことをさっき言ったような目標を一つずつこう達成しながらあのいい感じで年を取っていかれるんじゃないかと思いますけど皆さん、はい、ありがとうございます。ファンの方がそれを愛してるのもよく分かりました私、はい、ずっとこう目標であってほしいなとは思いますね。いやいやいや60歳の時の稲葉さんはどうなってるんだろうとか65歳の稲葉さんはどうなんだろう。いやもう枯れ果ててるんじゃないですかきっと絶対そんなことはないです。